宗介さん、起床時間ですよ。牧野もいつまで寝てるんですか？早く起きて朝食の支度を手伝ってください。わかったよ、もう起きます、起きます。宗介、顔を洗ってきなよ。目あにすごい。入るな。ありがとうございます。お味はいかがですか？オートマタにも味覚があればいいのにね。あったら一緒に食事楽しめるのに。それもありますが、味覚があれば味付けの幅も広がるでしょうね。レシピ通りに作ることしかできませんから。牧野はレシピ通りにできたことない。それはあなたが分量をしっかり測らないからです。そういう性格に設定した宗介が悪いと思います。では昼食は牧野にお願いしましょう。塩と砂糖を間違えたりしますが、よろしくて。なんだよ、ちゃんとやるのに。ちゃんとやっても間違えるのがあなたでしょ。お昼何が食べたいですか？承知いたしました。簡単につまめるものにしますね。お料理できない牧野はお仕事頑張りますかね。ま、寝てるだけなんですけどね。働いてください。はい。はい、お粗末様でした。店長、先に事務所を開けておきますね。さん、牧野はお店の前の掃除しておくね。店長、トラブル発生です。店の前にオートマタが倒れてる。
はぐれオートマタでしょうか。これ、病院の服？不法投棄臭い？どうしましょうか。中に運びますか？どうしたの？店長？え？うっそでしょ？しかし、この足は間違いなく。うん、鍵を開けます。OK、大丈夫。救急車でしょうか。電話持ってきたよ。あら、こっちにいたのね。おはよう。裏が開いてなかったからまだいないのかと。あら、その子どうしたの？お店の前に倒れていたんです。あら、大変。すぐに直してあげないと。無理だよ、人間だもん。なんだって？この子がどうしたの？倒れていたそうよ、お店の前に。おっほー、救急車ね。ちょっとミコトちゃん、デリカシーないわよ。失礼。それより警察じゃない？義足ではなく、オートマタの足を取り付けられた少女。動けないはずの彼女がなぜお店の前に倒れていたのか。事件性ありありじゃない？ああ、そうね。迂闊なことしたら、私たちじゃ責任取れないし。そう、責任なら警察に取ってもらいましょう。舞ちゃんに電話したら？知り合いだから変に疑われないだろうし。牧野覚えてるからかけてあげる。
私が運ぶわ。了解。お手伝いいたします。ついてこーっと。身体検査させて。つながったよ。覚えきれない。オートマタの資料ですか？はい。前半はまだわかるんです。でも専門的な話になると。勉強は嫌いですか？そうじゃないんですけど、どうも機械には苦手意識が。未だにガラケー使ってますものね。ガラケーもギリギリです。スマホも使えないうちにポケットデバイスとか出たりして、時代に置き去りにされています。便利ですよ BD。 興味はあるんですけどね。こう SF みたいに電話かけると相手の顔が目の前に表示されるんですよね。オーグメント機能のついたコンタクトレンズやメガネを装着すればそうなりますね。ああ、もうわかんないです。先輩が何言ってるかわかんないです。オートマタに対しても拒絶反応が出てしまうなら移動願いを出してみますか？ええ、せっかく配属されたので頑張ります。ヤグモさん？え？あ、はい。携帯のバイブの音がします。ヤグモさんのカバンから。あ、ごめんなさい。どうしました？ちょっと出てもいいですか？イナモータースから電話です。毒電波事件でお世話になったお店ですね。どうぞ。ありがとうございます。もしもし、マイカです。うん、大
丈夫だよ。どうしたの？わかった。ちょっと上司と相談してみるね。折り返し電話かけるね。ちょっと待っててね。じゃあまた後で。事件ですか？お店の前に倒れていた女の子を保護したそうで。倒れていた少女を保護となると生活安全課でしょうか？いえ、それが義足ではなくオートマタの足を取り付けられた少女みたいなんです。オートマタの？私ピンときちゃったんですけど、これあの事件と関連ありませんか？課長。どうした？しばらく出かけます。例の件で有力な情報を得られそうです。わかった、任せる。行きましょう。あ、はい。みことちゃんが見てくれてるわ。服をめくり出したから私は退散。そうね、あれはオートマタの足よ、間違いなく。じっくり確認してないから多分だけれど、フェアリオのタイプ3ね。人間の足の代わりにはならないわよね。戻ってきたみたい。具合はどうだった？お医者さんじゃないから体調のことはわかんないけど、動力義肢接続処置はもうしてあるね。傷の具合から術後1週間前後ってところかな。だから病院のガウン着てるんじゃない？入院中ってことになっちゃうわよね。どうしてお店の前に？全然わかんない。それにその他にも気になることがいくつか。栄養状態かなり悪いね。ガリガリに痩せてる。あと背中にあざがいくつか。多分殴られた後だね。なんてこと。警察に連絡して正解だったわね。性的な暴行は受けてないっぽいのが不幸中の幸いかな。それはもう隅々まで。アイルちゃんとマキノちゃんはまだ上？あの子一人っきりにはできないしね。マイちゃんはどうだったの？それはよござんした。
そうね、ただ待っていても仕方がないし、ごめんなさいね、お願いするわ。私は暇だから、なんとなくお仕事なくなっちゃってさ、キャンセルされちゃって、キャンセル料はもらうからなんとかなるかなーと。ぐっすり寝てる、全然起きない。ちゃんのキスで起きたりして、また明日から、そのままめくるとパンツ見えちゃうよ。舞ちゃんまだ？はいはい。オッケー。承知いたしました。キャンセル料の取り立てに行かせてる。優秀ですから、うちのあっくんは。今回が初めてだね。まあ高いし、降りるけど一旦は全額払ってもらうことになるから、申請手続きをすると7割が戻ってくる。たまーにやるみたいだけどね。前の職場気に入らなかったらキャンセルかで料金もいらないよってやり方だったし。まああの子もさ、仮にあのあざが親の虐待だとして、仮にだよ、仮に、義足なんか買えないぞ、オートマタの足でもつけとけなんてこともあったりするのかもね。ひどい親だったりするとは。
店長、お客様をお連れしました。お邪魔します。失礼いたします。うん、連絡してくれてよかった。こちらオートマタ犯罪対策課の清里と申します。よろしくお願いします。私の先輩で、いろいろと指導してくださってるの。よく学生に間違えられるんです。警察だと言っても信じてもらえなくて、誤解させるような服装をしている私が悪いのですが。存じております。いつぞやはお世話になりました。倒れていた少女というのは。では私は仕事に戻ります。おお、みっちゃんもいたんだ。久しぶり。久しぶり。はじめまして、清里と申します。京橋です。岸井総具志です。病院、見覚えがありますね。はい、今度こそ追いついたかもしれませんね。ちょっと失礼して。両足とも。京橋さん。はいはい。義肢装具士とおっしゃっていましたね。はい。こういったケースは多いのでしょうか。足の根元から切断してしまうような。動力義肢の構造的な問題で、膝下からか股下からかのどっちかになりますね。なるほど、別段おかしくはないと。両足ともは珍しいかも。なるほど。この子、名前とかは。いえ、先にこちらに知らせていただいて助かりました。何か持ち物もありましたか？カバンとか。では本人に直接聞くしかありませんね。ご迷惑をおかけしますが、目が覚めるまでこちらで待たせていただいてもよろしいでしょうか？しばらく起きないと思うよ。理由をお伺いしても。店の前から店の中まで、店の中から2階のベッドまで、その後も私が体中ペタペタ。でもこの子はさっぱり起きないんだよね。もしかして睡眠薬とか？とか、あるいは植物状態だったりとか。植物状態。それだと証人になりえない。お医者さんじゃないし、わかんないけどね。わっ！ああ。取ったの？よかったね。じゃあ異常に眠りが深いのか、薬のせいかもね。意識がはっきりするまでもうしばらくかかるかも。皆さん、この部屋、1階の出入り口もそうでしたが、セキュリティが非常に厳重ですね。
なるほど。なら、申し訳ありませんが、もうしばらくこの子をここで保護していただいてもよろしいでしょうか。してあげようよ、かわいそうだし。申し訳ありません。どうしても病院に連れて行きたくない理由がありまして。ごめんなさい。ありがとうございます。それで構いません、ヤグモさん。はい。目覚めるまで彼女のそばに。私は一度報告に戻ります。了解です。バタバタと申し訳ありません。では失礼いたします。そんなことを押し付けちゃって。ううん、一応人形化の範囲内っていうか、技師が関わってる犯罪の取り締まりも私たちの仕事だから。違法改造技師でしょ、最近流行ってる。握力を基準以上に強くしたり、ナイフを仕込んだり。そうそう、強化改造人間みたいな。どうしよう、ごめん。ほんとごめんね。あれ？探偵じゃなかった？なりたかったの。ホームズみたいな探偵になりたかったんだけどね。どうせ浮気調査ばっかりだぞって家族のみんなに必死に止められました。探偵より警察官の才能の方があったんじゃない？スピード出世でしょ。出世って言っても階級上がったわけでもないしね。あ、ここで話すの良くないよね。舞ちゃん的には起きた方がいいんじゃないの？そうだけど、無理に起こすのは気が引けるかな。あ、下にいたらいたで邪魔だよね。起きないと思うけどね。ここで話してても。じゃあ、私も。私は残る。うん。あ、毒電波事件、本当にありがとね。予想通りというか。オートマタは毒電波なんて出しませんよって説明したり、宗介くんに作ってもらった資料を渡したりしてみたんだけど、そんなはずないって納得してくれなくて。
なり強い睡眠薬を飲んだのか、あるいは飲まされたのか、足については間違いないとして、え、あ、ごめん、また独り言言ってた。いや、何も答え出てないんだけどね、情報が少なくて。うん、迷惑にならない限りそばにいてくださいって先輩が。あ、さすがに迷惑？ごめんね、万が一に備えておかないといけないし。あ、こんにちはっす。今日、ユリのバイトの日だったんだ。そうだけど、なんでお姉ちゃんいるの？クビになった？そんなわけないでしょ。勤務中です。またアホな質問しに来たんだ。アホって何よ。専門家にお話を伺うのも職務の一つなの。店長、こんちゃーす。ユーリ、何度も言ってるけど、目上の人に対して言葉遣いが雑すぎ。ちゃんと敬語話してるじゃん。そんなの敬語じゃない。社会に出たらやってけないよ。大丈夫なの。ねえ、店長。で、今日は何の相談？相談じゃなくて、ああ、ちょっとごめんね。メール、あ、お母さんからだった。なんて？晩ご飯何がいいって。麻婆春雨。麻婆？ゆり、代わりに打って。諦めた、いや、そろそろメールくらいパパって出せるようになろうよ。てか、未だにメールって。いい加減チャットアプリ入れてよ。じゃなくてさ、てかさ、こんな化石いつまで使ってんの？だって、十分だし。十分じゃないよ。お姉ちゃんが新しいこと学ぼうとしないだけ。苦手意識に甘えてるだけだよ。甘えてるって言われても、できないものはできないし。できるって、ほら。使ってみなよ、簡単だから。勤務中だし。暇そうにしてたじゃん。翔介くんにも迷惑が。かかるっすか？だそうっすよ、お姉ちゃん。別にさ、
ガラケーで困ってないしさ。お姉ちゃんが便利さを知らないから困ってないと思ってるだけ。自動車の速さを知らなくて馬車で十分って言ってるのと同じ。愚か、実に愚か。何が便利なの？そもそもスマートフォンと何が違うの？オーグメント機能があるかどうか。それだけ？それだけって、そうだよ、それだけだよ。でもそれが大きいの。じゃあ名前違うだけで一緒なんだ。だからオーグメントがあるおかげで別物になってるの。オーグメントが分かんないし。分かった、そこからね。分かった。例えばね、お姉ちゃんが道に迷ったとするよ。はい。人通りも交通量も多い場所なので携帯のナビを見ながら歩くのは危険っす。携帯ってナビ使えるの？あそこからもう。じゃあ地図見ながら歩くと危ないでしょ。はい。でもオーグメントを起動すると目の前に矢印が現れるのだ。ああ、SF みたいにだよね。そう、やっと話が通じた。これね、メガネ今つけてるやつ、これがオーグメントのレイヤーなの。小型モニターでいいよ。もうこのメガネと PD がリンクしてて、500メートル先を右折とかそういう情報がメガネに映し出されるの。店長はオーグメント用のコンタクトしてるからもっと臨場感あるよ。自分が見てる景色にそのまま矢印がピンって出てくるの。そこ右折だよって。それがオーグメント。歩きスマホが社会問題になりかけてた時に彗星のごとく現れた画期的な発明なんすよ。あ、やっべ、全然理解してないこの人。そっすね。ちょっとお姉ちゃん、ナビ起動してみてよ。ナビ起動って言われても。いいから、はい、やってみて。ボタンがないんだけど。ああ、そこからか。壊れてる。なわけないでしょ。画面をタップすればいいの。タップ？それもか。ホーム画面にナビのアイコンあるでしょ、地図の絵のやつ。それタップしてみて。タップ。何足踏みしてんの？え、タップダンスは？しろって言ってねえよ。え、姉、おい姉、文脈考えろ。 PD の操作の話してるんだから急にダンスの話するわけないでしょ。だからおかしいなって。おかしいと思ったらやんなよ。アホなの？バカでしょ。怒んないでよ。わかんないの？いや、わかれよ。なんでお姉ちゃん勉強できるのに機械のことになると知能がミジンコ以下になるの？ひどいのはあんたの頭ですよ。あ、そういうことね。そう言ってくれればいいのに。タップダンスと勘違いするなんて予想できるか。もうまた怒って。押すのね、押せばいいのね。そうそう、押せばいいの。そう、それ、そのアイコン押す。待て。なに。そんなに強く押さなくていいよ。壊す気か。だってわかんないもん。だから分かれよ。店長がタッチって言ったでしょ。触ればいいの。画面にひび入れるレベルの力はいらないの。最初からそう言ってよ。
全力で押すなんて予想できるか。店長何笑ってんすか、笑いすぎっすよ。もう無理、機械無理、無理無理。もういいっすよ、自分も諦めたっすよ。そういえば、なんか今日人少なくないっすか？店長だけ？うわ、珍しい。アイルとマキノはどうしたんすか？メンテナンス！自分行ったら邪魔すかね？じゃあ、師匠のお手伝いしてくるっす。クソ姉には付き合えないっす。クソ、あ、ね。了解っす。お姉ちゃん、PD くらい使えないと、ほんと警察クビになるよ。うるさいなぁ、もう！ごめんね、騒がしくしちゃって。ユリ、迷惑かけてない？よかった。これからも妹をよろしくお願いいたします。それは、そのうち。でも深い事情は話せないけど、あの子起きたよ。あ、起きた、やった。はい、承知いたしました。ここはイナモータースです。倒れていたあなたをお店の人が発見し保護してくださりました。どうして倒れてしまったのか覚えていますか？本当に申し訳ないんだけど、明日まで保護してもらっても大丈夫？ありがとう。聞きたいことはいっぱいあるんだけれど、なんだかかわいそうで、落ち着くまで待った方がいいかなって。もし名前が聞けたら、いつでもいいからすぐに連絡してもらってもいい？ご両親探す。
捜索願いが出てないか先輩が調べてくれてるけど、連絡がないのは収穫なしってことだよね。私一度戻って先輩と一緒に調べてみる。ごめんね、本当に。ありがとう。じゃあお願いします。お水あげたらまた寝ちゃった。ちょっとは安心してくれたのかもね。人によるかな。弱いのでもぐっすりな人もいるし、そもそも超疲れてるだけかもしれないしね。なんとも言えないね。どうする？またすぐ起きそうだけど。ほいほい、私は帰ろっかな。どんな事情があるのか興味あったけど話できそうにないし。たまにはうちで食べまーす。あとはお任せあれ。ことになってたんすか。ごめんなさいね、全然気を回せなくって。ああ、じゃあちょっと見てくるっすよ。静かにね、びっくりさせないように。わかってるっす。知らないっす。近づこうとしたらめっちゃプルプルされたっす。自分そんなに怖いっすかね。所在なさげだったっすよ、牧野。でも一人きりにもできないわよね。なんかあれっすね、美少女っすね。ちょっと嫉妬したっす。そうよね、もうちょっとふっくらしたら健康的でもっと可愛くなりそう。何か精のつくもの食べさせてあげたいけれど、私はあんまり出しゃばらない方がいいわね。あるわよ、お姉がそばでうろちょろしてたら余計に怯えさせちゃうでしょ。確かに。笑いすぎ。すいません。
あら、もうこんな時間なのね。あるけど今日は上がるわ。ソウスケちゃんもゆっくり休んで。じゃあ自分も帰るっす。お疲れ様っす。お疲れ様。2000円のお返しになります。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。はい、香り付きのクリーナー人気ですね。そろそろ在庫が切れそうです。お願いします。あの子の様子はどうですか？そうなると身元の特定も難しくなりますね。入院していた病院ならすぐにでも分かりそうですが。なぜ問い合わせないのでしょう。謎が深まりますね。食べさせてあげた方がいいかなって。アイル作ってよ。あ、そうですね。少なくとも12時間近くは食べていないでしょうし、お粥やおうどんがいいでしょうか。ではすぐに。な、何？あの子が何かしているのでしょうか。ごめん、一人にしちゃって。ごめんなさい。承知いたしました。ほら、捕まって。お体きれいにしましょうね。ごめんなさい。はい、後で私がやりますので。はい、わかりました。
宗介さんが料理を？オーグメント起動してるのバレバレなんですけど。何か変なもの入れました？そうすけ、食事にしましょうか。宗介さんもお腹が空いたでしょう。はい、承知いたしました。施錠はしておきましたよ。牧野も手伝う。ほいほい。
かしこまりました。